每四年召开一次的日本医学会总会今年在京都举行，场外举办了一场联署揭露中共活摘良心犯跟法轮功学员器官的罪行，希望日本医学界也能够发挥正义，制止暴行。日本规模最大的医学研讨会日本医学会总会今年在京都召开，有来自全国约30,000名医师参加，主题围绕高龄化社会与医学伦理。会场外，常年关注中国器官移植黑幕的台湾国际器官移植关怀协会成员们，向与会医师讲述中共活摘良心犯及法轮功学员器官的罪行，并征求联署制止暴行。两天下来，就有200人联署。其实，2010年日本政府修改器官移植法，明文规定器官买卖触犯刑法，同时放宽脑死器官捐赠的标准。现在前往海外移植的人数已经相当少。日本もだいぶ脳死色は増えたんですけどね。年齢の制限もなくしたし。日本の厚生労働省の方針で移植学会の守りなさいと言ってますので。それ守らなかったら、例えば保健医療機関をなんかこう資格なくなったりするので、だからものすごく厳しいんですよね。现任日本暨亚洲移植学会理事长高原史郎认为，要建立完整的移植系统，政府与医界的努力同等重要。当知道台湾与香港仍有部分比例患者前往中国接受器官移植，高原史郎呼吁，台湾はもう世界のトップレベルの成績にあります、移植は。あとはだからやっぱり日本よりも脳死ドナー多いですよね。だからやっぱりかなり進んではいるんです、医療技術としては。だけどもやはりやっぱりセルフサフィシエンシーって非常に重要ですから、やっぱり中国本土に行って移植するのはやめるべきだと思いますね、私は。中国器官移植黑幕饱受抨击，日本移植权威呼吁停止到中国接受移植。而今年3月底，欧洲14国正式签署反器官贩运公约，希望透过立法遏制移植旅游。新唐亚太电视林瑜日本京都大阪采访报道。